どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回は普段見ることができない超レアな奇抜な車を集めていきたいなと思います。ちょっと待ってなんかトレバーがワンちゃんになっちゃったんだけどマジかー、これどういうこと。どうしよう、これなんか直らないんだけど、まあいいか。このまま乗ることができるのか、すげー。なんだこれ、運転もできちゃうぞめちゃくちゃすげー。トレバーワンちゃんになっちゃったけど、どうしようこれ、どうやったら治るんだろうね、ちょっとわかんない。そしてめちゃくちゃ吹き飛ばす、はいよー。ということで続きました、こちらでーす。到着おーりょーずっとワンちゃんのままなんだけど、すげー、いっぱい人が並んでるぞ。ここはね、以前からあった列車のねレストランなんですけど、前までね入ることができなかったんですけど、今回からね新しくオープンしたみたいです。なのでちょっと見ていきましょう。めちゃくちゃ人が並んでるね。ちょっと皆さんどいてください。警備員さんがいるね。まだ入ったらダメって言ってるね。でもワンちゃんなんで大丈夫です、こっそり入りますお、開いたぞ、やったー、すげー、なんだこれー、入れるようになってる、すごー、めちゃくちゃすげー、レストランになってる、めっちゃ良さそうだねこれ。カウンター席がめちゃくちゃいいね、すげー、素晴らしい。お、治ったぞ、なんかトレバーさんになった、よかった、すごい治ってよかった、素晴らしいなこれ、めちゃくちゃ最高。ダーツもできるね。わ、監視カメラがあった、やばい、これバレちゃうね。急いで出よう、早く早く早く。そしてここにね、すごい奇抜な車があるみたいなので、おお待って、これか、もしかして、いきなり見つけたぞこれはね、どうやらね乗ることはねできなさそうだね。ここになんかあると、すげーなんだこの車、すごすぎる、魔改造されまくってるんだけど、やばマジか。そしてこれはもしかして接続できるんじゃない、うおー、すげー、接続できたやーべー、めっちゃ最高なんですけどこれということでこれもらっていきますね、ありがとうございますやったー、行くぜー。おー、すげー、めちゃくちゃかっこいい。もしかしてこれニトロ使えるんかな、魔改造していきたいと思います。おー、いくよー、めっちゃスピード出るなこれ、加速力がすごいな、もうスピード違反取られちゃったね。やったー、魔改造屋さんへ到着だー。バビットの車みたいだね、スタニアのカスタム、スタニアをカスタムしたやつ。魔改造が完了しました。ということはこのフロントガラスの前の部分から、うおー、すげー、ニトロ出たー側面からも出る、やばすぎるこれかっこいい、すげえ。こっから見てみよう、うおー、見えるなんかこれフロントガラス溶けたりしないの、すごいな、いくぜー。おー、めちゃくちゃかっこいい、早すぎるでしょこれはやべえ、最高ですなこれ、やばいこれ、もしかして、あ、また手配所がついちゃった、まずいぞ、逃げろ急げー、シミオン、早くお家に帰らないと。しかもパトカー、マンモスパトカーだ、すげえ、どいてどいてどいて、めっちゃかっこいいね。うわー、後ろからも来てるやべえ、挟まれてる、逃げろー、ここはニトロだ、ニトロで逃げる、イエーイ、やったやばい、めっちゃ押されてる、急げ、めっちゃ壊れてきてるぞこれよーし、なんとか逃げ切れそうな感じだね。やったぞー、シミオン、見えてくれこれ、行くぜ、この坂を登ります、うおー、早い着いたー、やったぜー、結構ボロボロロロロロロ、ちょっと待って、いやー、これはもうびっくりだね、すげえ初めて見る車だ。それでは2つ目の車両を見つけに行きましょう。2つ目はね、ここにあるみたいです。なんかね、上にはお店とかなかったんだけど、新しくね作られたみたいです、すげえ。じゃあ早速入ってみようかな、これ開くのかな、お、開いたぞ、すげえ、やったー、なんだこれ、車屋さんができたのか、おお、あったー、これかー、すげえマジかー、なんだこれ、こんなの見たことがないぞ、すごー、めちゃくちゃレアな車両だ、やばすぎる、なんていう、なんか未来から取ってきたみたいな車両だね。ちょっと早速もらっちゃいますね、これ。ありがとうございます。よーし、わー、やばいなんか床が抜けた、これ。すげえ、びっくりした。
でもゲットできたぞ、やったー。まずいぞ、手合いでついちゃった。逃げろー。すげー早い、なんだこれ。めちゃくちゃ早いぞこれ。すごいスピード出る。これは運転気をつけないとやばいね。ちょっとこれもね、魔改造屋さんへ持っていきたいと思います。しかもなんかこれエンジン音がしない電気自動車だ。すごい。メーターはめっちゃアナログなんだけどね、電気自動車です。めっちゃ見づらいなこれ。ちょっと座席がね深すぎるね。ちゃんと目見えてないもんね。暗いところで見るとめちゃくちゃかっこいいね。すげー。ちょっとヘッドライトとかつけれるの？お、つけれるんだこれ。マジか。はやー、動いてる動いてる。これはちょっとね、魔改造屋さんもびっくりな形だね。ハイジャック矢印って書いてる。どういうことこれ。そういう名前？電気自動車も魔改造できる魔改造屋さん。ということで、ニトロを設置してみたぞ。おー、なんかニトロの音がするね。でも、どっから出てるのかわかんないぞ、これ。まずいまずい、また手配度ついちゃったぞ、逃げろ。どいて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 、めちゃ開けてくれ。これ、空飛ぶことはできないの？あ、空飛んだりはできないんだね、これは、残念ながら。まるでタイムマシーンみたいな乗り物だ。最高すぎる。こっから、加速おーらー。この家にめちゃくちゃ似合うんじゃない？こういう車って。すごくない？似合ってるぞ。やったー、シミを向いてくれ。よーし、到着ということで、3つ目の車両を探しに行きたいと思います。お家はどこですか？これか、もしかして。すげー、見つけたぞ。早速、ガレージにお邪魔したいと思います。オープン！お、開いたー！すげー！めちゃくちゃなんかヘンテコな車見つけた。なんだこの車は？見たことがない、こんなの。よーし、エンジンつけた。おー、行くよー！なんじゃこりゃー！マジか。すげー、ゴールデン仕様になってる。こちらもなんか未来の車って感じがするね。なんだと、こんなの見たことがないぞ。おー、車内はこんな感じだ。そして2人乗りかな、こんなんですね。これはもうめちゃくちゃ目立っちゃうね、こんなので走ってたら。ちょっとこれもね、魔改造屋さんへ持っていきたいと思います。めちゃくちゃ速いなこの車も。すげー速い、どいて、危ねー。おー、危ない危ない。うおー、なんか雨が降ってきたぞー。雨が降ってきても安心だ、この車だと。もうこれは完全に王様が乗るような車だね。やったぜ。ということで、魔改造屋さんへ到着だ。おー、すげー、エンジンルームめちゃくちゃシンプル。お、やったぞ、雨が止んでるぞ。すげー、魔改造完了した。さあ、これでニトロもつけてみました。うおー、すげー、そっから出るのか、マジか。やばすぎる。え、めちゃくちゃ綺麗だな、これ。すごい綺麗だね、この反射が。雨降った後めっちゃ綺麗。いくよー。うおー、はやー。すげー、滑る。めちゃくちゃ滑る。バックしながら方向を変えます。いいね。行くぜ、行くぜ。芝生が水っぽくなってるけどね。よーし。やったぜー。並べてみたらめちゃくちゃ最高にいいね。皆さんのお気に入りの車両はありましたでしょうか？ということで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。